イ万ンリ神社は、佐賀県伊万里市に所在する神社である。旧社格は、県社。旧県社の高立花神社と、戸渡島神社、岩栗神社が合祀され1962年に、現在のイ万ンリ神社が成立した、旧戸渡島神社及び、岩栗神社の鳥居も境内に残されている。高立花神社は、社殿では、追人天皇の代に、天皇の命で、 常世の国から、不老長寿の名薬と称された、肘子を好みを持ち帰った、田島守命がきとこの地に、肘子を好みを一株得たという言い伝えを聞いた、立花、島田マロが、立花の死の属素立花処刑との因縁を思い、処刑を祀る社殿を創建したのが、始まりとされる。田島守の伝説によって、日本における立花の初虎一として、 立花の宮と称されたと言われている。そのことから、田島守る命を祀る中島神社が境内者として、本殿近くに合祀されている。その後、安倍宗党が、松浦軍事として赴任した際に、栄彦山権限を合祀したと伝えられており、以来、栄彦山系の主元道の者となったと考えられる。天正年間に戦災によって社殿は消失したが、上皇三年に再建された。 岩栗神社は社殿によれば、天平十二年の藤原弘次の乱に際し、紀藩麻呂が、俗祖玄太忍ぶ命を栗の大木に祀って、戦勝祈願したことが、始まりとされる。戸渡島神社は、元は、都都等にあったものが、江戸時代に牧島村に移された。創建は、神宮皇后の時代に遡ると伝えられている。また、伊万里出身の森永聖下創業者である。 森永太一郎の共造が境内に混流されている。ありがとうございます。